11時32分になりました。日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減に旋回、今日もフリーテーマでお電話ファックスメールお待ちしております。この週末の予定やゴールデンウィークの予定、最近の出来事、そしてアッコさんへの質問や相談、今日のゲスト出川哲朗さん、サバンナ高橋さんがアッコさんのいないところでこんなことを言っていましたという密告でも何でも結構です。受付電話番号は東京03-3211-3222、ファックスは0570-021242、メールアドレスは小文字で akko@1242.com でお待ちしております。早速ラジオネーム松田のえっちゃんが、アッコさん我慢はいけませんよ、はいはい、殴りたくなったらやっちゃっていいんですからね。あ、そうね、それが目を覚ます一番の方法です。はいはい、分かっております。重々分かっております。はい、手始めにカッキーでどうですかっていうふうに言われます。まだ手が汚れる。はい、はい、恐ろしい人、まだ説明しなきゃいけないことは全部説明しておいた、ね、はい、和田オネアも、はい、はい、電話で参加いただくコーナー、うん、クイズ和田オネアですが、はい、正解すると1万円が当たります。はい、電話番号を書いてくださった方は全員、番組の中で紹介された方も出場の抽選の対象になります。選ばれた方にはスタジオからいきなり電話をかけます。ただし5回コール以内に出てくださらないと回答権失格となります。必ず電話番号と匿名でも結構ですが、本当のお名前と住所も書いておいてください。そしてパソコンやスマートフォンなどラジコで番組をお聞きの方の場合はお手数ですが、メールやファックスに必ずラジコで聞いていますと書いておいてください。そういう方が抽選で選ばれた場合はクイズの問題を読み上げてからある程度時間を空けて電話をかけたいと思います。ご協力お願いいたします。お電話ファックスメールお待ちしております。さあ、そしてお待たせいたしました、はい、ここからはアッコと愉快な仲間たち恐怖の誕生会スペシャルということで、スタジオにはこの方、まずはいい加減に旋回初登場でございます。はい、お腹が弱い、ハートも弱い、肌も弱い三拍子、サバンナ高橋茂雄さんです。はい、どうぞお願いします。よっ、ありがとうございます。お腹初めてなんだ。はい、初めて呼んでいただきまして。何このキャッチフレーズになってんの、お腹が弱い、ハートも弱い。これ多分ね、僕がツイッターやってるんですけども、うん、そのツイッターの自分のなんか自己紹介のところに書いてるやつを書いていただいたと思うんですよ。だからスタッフの人が、うん、なんか僕のことを調べて書かなあかんと思って、うん、情報が指してなかったから、ね。なのでツイッターに書いてそのまま書いて、いやでも練馬区のラジオネームたかしゅんさんがですね、はい、サバンナ高橋さんはお腹 PP 芸人ですよ、アッコさん。そうです、いい加減に旋回に出演ということで、またお腹 PP になってるんじゃないかと私心配で心配で、はあ、ちなみに高橋さんはアメトークで、はい、お腹 PP 芸人のリーダーをやったら、はあ、下痢止めの CM も決まったんですよっていう。ああ、なんかやってたよね、コマーシャル。やってるんですよ、ストッパーっていう下痢止めの CM やらせていただいてて、アメトークで、うん、お腹 PP、お腹弱い芸人っていうのをやらせていただいて、それ自分でプレゼンして、うん、でやらせていただいたら、うん、今までそんなお腹弱いっていうのをタレントで公言したやつがあんまいなかったらしくて、ね、想像したら気持ち悪いもんね。すぐオファー来まして、うん、で撮影やったんですよ、うん、でカメラマンの人がこう写真撮るときに、うん、じゃあちょっと今お腹が 80% ぐらい来てる感じでとか、うんうん、そういう指示なんですよ、細かいオーダーが。で僕、あーとか、じゃあ100で、あーとか言って気持ち悪いって。ヤクさん気持ち悪い、11時35分です、まだもう話を変えよう、もう一人のゲスト。わかりました、はい、もうこの方は番組すっかりお味でございますね、はい、出川哲朗さんです。はい、どうもね、もうホームみたいなもんですからね、もう嬉しいですよ、もう本当に毎回毎回ホームみたいな、毎回ってお前2回目だろ。いや2回目じゃないですよね、2回目だね。いや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 、そうでしょ。いや、あの俺はネブリーグに関して言い訳のしようはないですけど、本当申し訳なかったけど、僕以外にもポンコツ結構いましたからね。いや、まだ岡田ね、あれ5人でね、うん、
一人ポンコツいてもあかんのに何人もいたらもう絶対勝てないですよ。そうでしょ。岡田もポンコツだったし、あと見かけによらずこじるりちゃんも結構なポンコツだったから、そう。小島が一番私現役で、あの、いや、そうって思ってたんですよ。そう、全くダメだったね。ブラウン、あ、ブラウンじゃない。あ、ブラウン。茶色のことね。茶色の英語でなんていうか。わかる。バレたか。クイズの再現が下手くそすぎますよ。トークの組み立て1年目か。いや、分かった。茶色は茶色、ブラウン、分かります。驚くって英語に対して出川さんが何て答えたか、はい、ワオ。いや、分かんない。ワオ、ハプニングかなんかやったんですよね。え、いや、違いますよ。違うよ。正解はサプライズです、はい、あ、サプライズだ、うん、サプライズだ。ワオ、それは岡田のギャグやろ。ワオは、いやいや、わかんなくて一瞬ワオってなってサプライズかなんかやって、まあとにかくあそこにいるとテンパるの。あなたやってみなさいよ。ちょっとなんか、ブログにね、出川さんが言い訳のようにこういうふうに書いてます。出川さんブログに、はい、さっきは高橋さんのツイッターから引用しましたが、出川、うん、さんはブログにこんなこと書いてますね、はい、初めに言い訳をさせてくれ、うん、ネプリーグはテレビで見ていると簡単そうだが、うん、あの舞台に立つと不思議と緊張してしまうのだ。わかりますよ。しかもそれだけじゃない、うん、チームリーダーは和田アキ子、アッコさんは勝負ごとにはマジになる、はい、絶対に失敗は許されないのだ、はい、それはものすごいプレッシャーとなり、はいはい、俺を襲ってくる、うん、その夜体重を測ると2キロ減っていた。嘘つけ。恐るべきアッコダイエット、どんなダイエット本より効果てきめんというブログ。いや違う違う違う、アッコさんとクイズに出るアッコダイエット。それでも高橋わかるでしょ。でも確かにクイズ番組に出たことあるでしょ。アッコさんマジやねん。クイズの時すごいですね。緊張すんなよ。あれ、アッコさん緊張するのは分かるんですけど、はい、間違えんなよっていうプレッシャーもすごいんですよ。そう。その代わり正解した時にアッコさんからいただけるハイタッチの強さ。何にも肩脱臼してます。ガッターでも肩脱臼してます。意味わかんない。本当にバラエティなのにクイズになると異常な執着心があるから、もう絶対間違えんの嫌なんですよ。そう。だからもう、あの、今でこそね、もうあの、もうオッケーだけど、よく昔アッコにお任せでもよく生放送でクイズやってたんだけど、ちょろちょろカンニングするんですよ、人が。え、それいいよな、私の。カンニングしない。いや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 、あの、みんな、と横の答えで。横の答えを、竹山とかカッちゃんとかみんなでよく話したんですけど、あの、CM 中にアッコさんが、何やこれ。何やこれ。正直言いましょう、何度かあったっすよね、それ。ささやきおかみ的な、ついと隣に独り言言いたくなる感じがなるんです。